ある日婚約者の心の声が聞こえるようになりました。ああ、めんどくさ。何が楽しくて婚約者を邪険にする男にニコニコしなきゃいけないのかしら。殿下、どうかいたしまして。何か聞こえるんだが。いや、何でもないよ。事の発端は数刻前。フィリップ殿下、失礼いたします。ランバート公爵令嬢がお見えです。またか。第一王子である自分が王太子に内定して以来、婚約者である彼女が頻繁に訪ねてくるのだ。東屋に案内しろ。承知いたしました。その上、会いに来るたびに話してくるのは最近親しくなった元平民の男爵令嬢に関することばかり。立体視されるまで男爵令嬢との接触はお控えください。男爵令嬢はただの友人なんだがな。それ以上でも何でもない。こちとらとっくに成人して子供ではないんだ。あれこれ口出しされても正直鬱陶しいだけだ。昔は可愛げがあったのにな。フィル、待って。フィル、シェリー、こっちだよ。ほらシェリー、指輪だ。シェリーね、大きくなったらフィルのお嫁さんになるの。幼い頃は純粋な愛らしさを見せていたシェリアは、王妃教育が進むにつれ美しい淑女へと成長した。完璧ではあるが、私にさえ隙を見せてくれない。そんなに私は頼りない男と思われているのか。殿下、殿下。ああ、すまない。何だったか。公爵令嬢を東屋にお連れしました。どうしたんだよ。婚約者が訪ねてきたのに嬉しくないのか。嬉しいというか、ここのところおこごとばかりでな。男爵令嬢のことか。正論なのは分かっているが、いささか度が過ぎている。まあ確かにな。20年来の親友とはいえ、一応仕事中だぞ。飴玉、お前も一つどうだ。遠慮しておこう。人を待たせているからな。飴を舐める時間はない。ままそう言わずに。毒味は済んでるし、小さいからすぐ食べ終わるって。いな、おい、どうだ、少しは機嫌治ったか。おかげさまで今度はお前にムカついてるよ。そりゃどうも。公爵令嬢をご案内いたしましたので、東屋にお越しください。待たせたな。ごきげんよう、殿下。相変わらず感情が読み取れないな。かけてくれ。はい。また嫌そうな顔してる。は？え？悪かったですね。愛しの男爵令嬢ちゃんじゃなくって、こっちだって義務で押し付けられて訪問してるだけだってのに。彼女は喋ってないよな。だがこの声は。ああ、めんどくさ。何が楽しくて婚約者を邪険にする男にニコニコしなきゃいけないのかしら。彼女の考えていることなのか。そもそも何なのかしら。私という婚約者がありながら男爵令嬢にうつつを抜かしている噂が流れ始めてるっていうのに、彼が何も対策しようとしないせいで私が尻拭いする羽目になるなんて理不尽じゃない。ほんといいご身分だこと。挙句男爵令嬢との関係に口を出そうものなら小獣頭を見るような目で見てくるし、嫌ならまず自分の振る舞いを振り返ってほしいものだわ。振る舞い、気をつけていると思うんだが、何かしただろうか。だいたい私は愛称を持つなとは一言も言ってませんけど。時期が問題だって毎回言ってるのよ。内定したとはいえ正式に立体視されていない今、私と不仲と思われれば、ランバート公爵家が第一王子の派閥から抜けるのではないかと誤解が発生しうるっていうのが分かってらっしゃるのかしら。いや、そもそも相性を持つ気はないんだが。男爵令嬢ともそんな関係ではないし、ただの友人だ。殿
かいたしまして？いや、何でもないよ。どうして？何でもありませんわ。危ないところだった。気をつけねば。目が笑っていない。なんで婚約者とこんな馬鹿試合みたいになってるんだ。あの男爵令嬢も。あ、殿下が何もおっしゃらないのをいいことに、殿下の恋人として振る舞い始めてるし。は？恋人？何が？殿下の寵愛を得られないからって嫌がらせはダメだと思いますよ。寵愛？嫌がらせとかしてないし、殿下の立体師まではおとなしくしてと言っただけでしょ。は？何がどうしてそうなった？友人としてエスコートするくらいの接触しかしてないぞ。それにエスコートといってもたった1回だ。夜会で迷っていた彼女を広間まで送り届けただけで、侍従も一緒だったし、噂になるようなことはしていない。男爵令嬢のマナーはぎこちなかったが、元平民という視点での世情の話が興味深く、今後の政務も参考になりそうだったので、友人として話を聞かせてほしいと頼んだのだ。それ以降も友人たちと彼女の意見に耳を傾けていただけだ。恋人の振る舞いをした覚えは一切ないぞ。はあ、最悪お二人の素行調査入れて婚約解消も視野に入れようかしら。何せうちの派閥の年頃の好意令嬢は私だけじゃないし。そんな。殿下、やはりどこか具合がお悪いのでは？ダメだ、婚約破棄だけはやめてくれ。私声に出して。あ、殿下。そのやばいやばいやばい、このままでは婚約解消されてしまう。殿下。殿下、大事なことは聞こえましたか？あ、それは…おい、差し出がましい真似ではございますが、思い合っているお二人がすれ違って行かれるのは、幼少期から見守っている身としてはいても立ってもいられず。舐めれば人の心の中がわかるようになる白魔女印の飴玉を殿下の口の中へ入れてみました。原因こいつか。心の中がわかるって。あ、シェリア様、申し訳ございません。殿下は夜会のたびに周囲の霊族へ牽制をしたり、耳を塞ぎたくなるほどののろけを垂れ流していらっしゃるんですよ。苦情が私に来ています。え？ああ、え？シェリア様、どうしてちゃんと殿下と男爵令嬢について調べなかったんですか？だって、もし、もしも、本当に二人が噂通り恋人だったりしたら嫌だったんだもん。大丈夫だ、シェリー。私たちはあの頃と何も変わっていない。私は君を愛している。今回の件、改めて二人できちんと話し合ってこいよ。こういうのは二人で対処するもんだろ。そうだな、世話をかけたな。俺はお前の侍従なんだ、これくらいは当然だろ。ああ、感謝する。ところでなんだが、お前も飴玉を舐めていたよな。え？まさかとは思うが、私たちの心の中を覗いて楽しんだりなんかしてないよな。あのですね、一種の不可抗力と言いますか。ああ、多分きっと聞こえてなかったと言いますか。即刻記憶から抹消しろ。さあ、イエスさあ。まあ、シェリーと向き合うきっかけになったし、多少のことは許してやるか。チャンネル登録はこちらよ。
おすすめ動画はこちらだ。グッドボタン、コメントもお願いね。